今日午前、福岡市中央区の鳥飼八幡宮では化粧まわしをつけた赤ちゃんが大きな力士に抱えられ一緒に写真撮影しました。この行事は赤ちゃんの健やかな成長を願うもので、大相撲九州場所で鳥飼八幡宮を宿舎としている九重部屋の力士たちが参加しました。気迫がすごくてお相撲さんに初めて生で拝見したんですけど、元気をもらったかな、元気をもらいました。唯一無二のビッグな男になります。保護者たちは力士に抱えられるマグトの姿をカメラに収めていました。